まあ、人間のこう発生あのよくは、まあ、皆さんもよくご存知だと思うけど人間 の胎児なんていうのは体の中でこうずっとあの生物の進化を一つ何億年ペリオドの進化を体の中あのその術を解かなきゃならやってしまうことがであの内臓感覚とあの体質それから、どういうかなあの人間あの突き詰めた生物ってこう内臓の感覚だとそれからあの体育の物体があってで片っぽ運動系で片っぽ内臓系みたいなねそんな風なあの分かれるんじゃないかなっていうその内臓と心なんていうのがあるんで子供が物を舐めていろんなこと分かるっていうのはあのそれもその内臓感覚の方の話じゃないかっていうようなこと、まあ、それは書かれたのだいぶあのなんか古いかあのことなんですけども、まあ、最近またそういうことが取り上げられてます。それからあとあの経済学の方でもね、宇沢先生かな、あの教団名誉だったと思いますけども、なんかあの経済と人間の心っていう本があったりとかね、なんかちょっとやっぱりまあ、ちょっと後も話しますけど、なんかあの物の見えるものとか触れるものにばっかりちょっとこう人間のなんか文明の文化とかとか、まあ、教育なんかも案外そうな感じがしますけど、だからそれからあの、まあ、見えないけれどもあるっていうようなものっていうことのなんか見直しっていうことがなんかどんどん行われてる時代じゃないかなって思います。で、まあ、人間工学としても、まあ、そういう意味ではそのただ見えるものと触れるものっていうだけじゃなくてもうちょっとそれを統合した人間の中に必ずあるのは分かってるっていうそういうものをもっとちゃんと見直してみるべきじゃないかなっていう。ただまあこれ逆に見えないからはっきりみんなにこうだっていうのは難しかったそのまま君の主観じゃないかとかって言われてしまってで、まあ、特に建築の技術なんかでも、まあ、僕は学生の時から触感で触った感じのことを、まあ、ずっとそれ通して研究してきてるわけですけどもなんか最初触感なんてやった時結局数値にすんなんできないじゃないかとだから数値にできるとその経済面とかとか強度とかねそういうものばっかしがこう取り上げられてその人間の感覚に対するその材料の特性とかっていうこと案外こう主観的なもんだからっていうことで逆に挙げられなくてただいい建築家っていうのはそういうことをちゃんとみんながちゃんとこのものが分かってるっていうようなことであったんじゃないかなって気がしてるんで、まあまあ、ちょっと僕はアマランジャルですからそういう意味で学生の時からその食感で触らん触った感じみたいなのそれを数値化してやろうと思って同じ土俵に経済とか経済と強度とかね同じところに乗せてやれたなっていうところでずっとまあ研究してきてるような感じなんですただまあ基本的に人間自身がこうなんかもうあちゃこちゃ興味持つ方なんであまり深くはやってないかもしれませんけども、まあ、そんなことでなんかその宗教とか宗教関係の人との付き合いとかあったりしてまあなんか非常に怪しいテーマの話になってますけどでまあ先ほど言いましたようにこれ連載した分封書してますのでまた細かくこれ読んでいただければと思います。でまあ今日はちょっと同じ残り時間でパッパと説明だけさせていただきます。でこれはまあ横山さんの6回連載のタイトルとこんな内容ですっていうことで今お渡しした分のなんですからこれまあ CG は皆さんもこう当たり前だけど設計にねこう CG がこう利用されるでこれでまあ出来上がりを完成を予想してやるとでまあこれなんかものすごくフォトリアリスティックですごく現実に近いような形なんですけどもでもこれはもう実際はこれディスプレイ上のこう光の点でしかないしでこういうの部屋に入ったらどんな音の響きするんだろうかとどうやった鏡があるんだろうかっていうことはよっぽどこう経験済んだ人じゃないと本当は分からないっていうかまあ普通の、素人さんでも、まあ、ある程度経験もちろん済んでますからこんなにフォトリアリスティックに何ていうかな表現するっていうことは、まあ、それなりのどういう感覚を持つかっていうことのリアルタイムにつながる部分はもちろんあると思うんですけどただ下手したら設計っていうのはコンピューターの画面上になんか建築をモチーフにしたそれらしい絵を描くことがいい建築家みたいななんかちょっと風潮がちょっとあるような気がするんですけども
で、そういうのは私と必ず人間の感覚が心っていうことを大事にしないといけないのかなっていうのが大体大きな趣旨です。で、まあまあこれも CG 使うとこんなふうな視覚変調っていうことで陥りやすいんじゃないかっていう感じです。で、心の仕組みってここら辺はちょっとややこしいんですけど、まあ心理学とかこういう学問がまず心っていうことを扱っているものな学問だと思います。で、これはね、由意識っていう仏教の中に一つの派があるんですね。三度法師、皆さんご存知だと思うんですけども、三度法師が結局中国国権を犯して抜け出して天竺へ経典取りに行ったのは、実はこれ由意識の経典をね取りに行ったらおかしいけど、もらいに行ったっていうことなんです。その由意識っていうのはこれ見て分かると思うけど、由意仏伝し由意識でしょ。で、意識あるのみ、識あるのみって。で、人間のそのずっと、ただ人間が意識するからものがあるんだっていうのは、いうことで、実はこう、意識って言葉あるでしょ。あるも本当はこの有意識の中の一部でも、人間は当たり前に見たら使ってます、教育とかね。意識って第六意識って言ったら、普通だから第六感とかにつながるところです、ね。あと、感覚としてもこれは脳のペンフィールドっていう人もね、脳のどの部分がどういう体のどんな部分が固まって、感覚に対応するかってあるとか、これ昔これかなり古い人なんですけど、見てたら転換が転換患者の頭をパカ上げて本当に脳をもっと転換させてどこを感じるとかみたいなことを聞いてすごく歌ってたんで、そんな結果、そんなこと分かってきた。まあ、もう今はもっと精神になっていると思います。で、僕の考え方ですが、これがさっきのところ有意物有識でとってある原識、自識、識、美識、知識ってあるんですね。識で、それ以外に第六意識っていうのがあるんですけど、これはまあすごい視覚、聴覚、味覚、これみんな対応してますでしょ。で、あとまあこう人間の体とそのさっきの感覚器で、それにどういう刺激が当たったらどういう感覚が生じるかっていうことなんですね。で、まあ僕の考え方なんですけど、心っていうのはその入り口にこうやってこう感覚っていうのがあって、その目とか舌とかそういう感覚器通してその周りの環境を捉えていて、で、そこに出た刺激でそのまあ感覚を起きたり、まあ、感覚と近くってあんまり言いませんけど、まあ起きて、で、その時例えばいい感じ、自分がすごくいい感じだったら、まあ、いいイメージ持って、その中にどんどん深層心理が溜まっていくんやないかっていうような考え方なんですけども、まあ、それからその心の入り口として感覚を捉えるっていうような考え方です。で、まあ、感覚の役割とか、まあ、多分書いてますけど、でこれ適当刺激、その感覚を起こすための適当刺激っていうのは、まあ、あるっていうことです。で、これは感覚一般のことなんですけど、刺激があんまり小さいうちは全然何も感覚起きないで、である程度の刺激になってくると、その感覚の増加に、刺激の増加に応じて感覚も大きくなる。ただあんまり大きくなるとわからないで、例えば大きな音なんかでも最初ものすごい小さい音聞こえませんけども、聞こえてくるとだんだん音が大きく聞こえてくる。だけどあんまり大きくなるともう今度ただ大きい音っていうだけで、その感覚刺激の大きさに合わせて感覚を得るってことなくなるんじゃないか。まあ、そういう、まあ、これは別に直線じゃないし、曲線としてします。で、まあ、その境目のことはトレショルドですね、域値。で、まあ、なんか絶対域と刺激値って分けるやり方もあるけど、まあ、この境目のことね、トレショルド、域値っていう。まあ、これもこの皆さんに言うものですけど。で、これもね、かなり古い本なんですけどね、生物から見た世界という本があって。で、まあ、これ人間とこんな風に見えるんやけど、肺はこんな風に見えてるん違うかとか、ナメクジはこんな風に見えてるん違うかとかいうのがあるんで、まあ、で、まあ、光、これ巨色だって専門家で、白色光をね、実は中にこうスペクトがいろんな光が混じってて、で、まあ、プリズムなんかで分解できますよなんていう。で、ただ、ここの、これより波長の、長いところとか短いところが見えないっていうことですよね。でも、まあ、これ今その範囲の、まあ、人間の目の構造はこんなふうになってて、そういう
一つ手間ある範囲の電磁波近くで、まあそのそれを見えるものを色として見えるみたいな、したらそれをまあラーズ強調してみたいな。でこれね、あの先ほどのその感覚が生じるところ、人間はその400、あの波長400ナノメーター、まあ300ナノメーターから780ナノメーターとしますけども、のところがこう見えて、その、波長の長さを色として人間は捉えてる。ただそのミツバチなんか昆虫なんかはこうどっちかというと人間よりこう紫外線よりのところに、人間は見えない紫外線の部分が見えてるみたいな、いうようなことです。で、僕もうちょっとあの、まあ、天野じゃなくて紫外線レンズっておかしいけど、紫外線の反射だけ撮るあのレンズがあるんでね、普通はガラス紫外線吸収されてフィルムが届かないんですよ。それが逆にあのフィルムが届くんですけど、あのレンズが特殊なガラスというか形跡レンズとかね使って、その紫外線レンズっていうのがそれ使って撮ってやると、あの、まあ、こんなふうになって人間の手の中に人間こう見えてますけども、紫外線とかとシワ、細かいシワが見えてる。で、あの蝶々のオスとメスとか人間区別つかないんですけども、あの紫外線見えるとこうやってオスとメスとちゃんと区別つくんですよね。だから蝶々なんかはちゃんとオスメスちゃんと区別つけてるっていうようなことですね。でこれがその先の紫外線の部分で使ったやつで撮った同じやつなんですかね。まあきっと人間やったらこんなふうに見えてるやろうけど、紫外線撮るとこんなふうに見えるんですよ。鼻の位置がものすごいはっきり分かるでしょ。あの暗闇に照らされたライトみたいな感じでね。でまあだからあのミツバチなんかはこうやってペペとこう自分の餌になるところをすぐあとは見つけやすいかなっていう、まあ、こんなのも結局その動物性と住み分けにつながる部分かなと思ったりします。でこれがまた同じようにあの紫外線と、あの大学のキャンパスなんですけど、これは普通のガラス写真ですけど、ここ人間はこう見えてますけど、これ紫外線反射と比べると、結局あのこれインターロッキングなんか見た目はこっちの方が暗いでしょ。だけど紫外線の反射ということになってくると、これコンクリートに太陽をつけたわけですから、結構紫外線反射してたり、それからこれはあの白いけど白く見えるけども、あの吹き付けたわけなんですね。で基本的に樹脂でしょ、ね、樹脂は紫外線結局吸収するん で反射あまりないというようなことなんかがこう分かってきます。これガラスのところなんか真っ暗だったり、ね、であのこういう緑の部分なんか紫外線吸収してあんまり反射しないっていうことなんかが分かってくるっていうことです。ですからあの俺よく言ったかな、あの日焼けサロンなんかよりはコンクリートの打ち放しの横に行ってた方がよく紫外線浴びてね、日焼けに映像になっていったりしますけども、ね、だからあの人間の 目で感じてイメージであるとこうなんか白かったら紫外線バーッと反射してそうで、であの黒かったら反射してないみたいに思いますけども、紫外線反射っていうのはあのその色色よりもあのその残質っていうのがね、かなり関係してくるじゃないですか。だから今どき入るのはコンクリートの打ちっぱなしの建物なんていうのは、あのオゾン線離れて紫外線浴びて塗装でわわもんごみたいな、自分らちゃんと違って反射するような材料を、ね、使ってくるのちょっとおかしいんじゃないかなっていう、まあ、この辺もなんかちょっとあのどんどんバリアフリーで建物できてるなって、昔は屋根って雨が当たる壁に当たらないようにってやってるのに、今どん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 中広くしたいからっていうことで、壁雨が当たっても大丈夫なんだ材料使う、どんどん紫外線も反射パカッと昔の材料を進めたら、だから街並みの様子が変わってるんじゃないかっていうところから始めて、まあ、あのこの辺とかあの中でも発表しましたけど、ね、でまあこれもなんかの紫外線の話だと、これね見たらこれあのこのリブがついて補修してあるんだろう、補修の後分かるでしょ、紫外線やと、これ人間の目で見たら分からへんんですけどね、紫外線の反射とって分かる。これはあの警察なんかやったら偽札を判定するのに紫外線写真撮って、その髪の質の紫外線みたいなね、そう、まあ、そうかなり紫外線の反射とってで、これビクルでしょ、これガラスの箱なんですけど、これ結局向こうから光が当たった時にガラスがこう二重になるでしょ。でガラス結構紫外線吸収しますから、そのガラスね、でこれ二重だとこう真っ黒けになってますでしょ。あ、これ真っ黒けになっちゃう。本来だとそれは向こう見えるはずやけどね。人間の目やったら見えるのに。で紫外線は通さないってことで、こうやってこんな形になってるってことです。で、まあ、ほんでこれも紫外線と赤外線、これもあんまりじゃないから、あの、まあ、これ普通にこう見えるけど、これ紫外線の反射と赤外線の反射とそこになりますけど。であのこれ結構大事だと思うんですけど、今まで人間って万物の霊長っていうね言葉よくあるんですけど、
ね、人間が一番進化してて、でも実際はこうなんか生物を見てこうあとこう実際今のここでいろんな生物があってみんなが共生してるっていう見方しないとなんかすごくおかしくなって人間中心の物事を考えすぎるっていうようなところを感じてる。だからまたあとまあその感覚の特性もちょっとオブリチュードリチュードオブリチュードって感じで、これちょっと言葉がねひょっとしたら心理学の人から言うとお前違ってるぞって言われる可能性あると思うんですけど、ただこんなものがあるっていうことねだけはあると思うんですよ。でこれ例えば赤い玉同じ赤こことここ同じ赤やったら感じると思いますけども、よく見るとこれ明るい赤でしょ、こっち暗い赤でしょ、でもこれ一つの塊として同じ色やったら見てしまうっていう、まあ、これまあ恒常性っていうことだって、まあ、これ動きの恒常性ね、これも同じ木と同じ車やもんでしょ、でもこれただ、要は形も違って光の色も違ってるはずやけど、人間ってこれちゃんと一つ塊として見えるっていう恒常性、これ感覚で、あと冗長性っていうのは、ただ後ろでパカ目つぶっててもね、紙軽い紙がバサッと落ちたと重い鉄の塊がバサッと落ちたと分かりますでしょ。だから本当重さってなってでもって本当分かるもんやけど、そういう聴覚によってもそういう逆に無点でよく分からなかの重さみたいなのも分かってしまうっていう、まあだからどっか感覚がダメなっても他のものでこう応用できる配慮できるなんていう、まあ冗長性、あと共感覚、まあこれは硬い音とかね、硬い音の音で硬く硬さって手で触って分かるんだけど、硬い音とか柔らかい音とか、まあ赤い色とか、いや赤い音とかねそういう他の感覚が同時に生じるっていう、あと注意、これはよくカムテッパーティー効果みたいなことで、まあ、こんなにつながるところだと思います。でアフォーダンス、これも先生もちょっと思うんですけども、まあギブソンという人の動画ですけども、まあその中で本に、フォーシャンポーとかフォーイポーということが書いてあります。でまあフォーイポーとフォーシャンポーで、これアフォーダンス、これ階段だ、本当はこう階段ですよ、だから登るようになってるけど学生にとってみたらこれ椅子になってるよね、腰掛けるっていうことをアフォードしてるっていうことだ。でこれもこの椅子っていうのはこれ腰掛ける、まあ、ある程度の、ね、腰掛けるってことをアフォードするんですけど、子供この頃にとったらこういう座り込んで寝る場所としてアフォードしてるね、椅子が。でこれなんかも輪郭的なのね、これも腰掛けて階段やけどなんか椅子みたいにして、まあ腰掛けるものっていうことはアフォードしてるんじゃないか。であと心の働きの2面性で、これ僕はあえてちょっとまだ調べたりとか、心と頭っていう形で、でこの頭で何か分析するとか、あと普通知恵働かすとかいうとか、あとまあ心感じるとか、ね、で最近宇野とさんのっていうことがよくあるけど、まあその違い、まあ、これは本当にこう右にあったり左にあったりするんでちょっと分かりませんけど、そう右脳左脳っていう働きで、なんかそういう何かあるなっていうことをしてるような気がします。でこの EQ っていうのはご存じだったんですが、まあ IQ は皆さんも思ってますけど、EQ ってダニエル・ゴールマンっていう人が接種したら心の中心ってね、よくやるんです。あとはダニエル・ゴールマン最近には SQ ってね、社会の社会で、社会行為で、社会生活する上での、こう、まあ、その、セルシスって感じですね。もう、提唱になってます。で、心が求めると思ったら、まあ、普通、快、快とか、豊かさを求めるっていうのがありますけども、快って実はあるんやろかっていう。これこそ、さっきの、三木重夫先生の言葉ですけど、確かに不快っていうのは必ずあると思うんですね。で、その不快な状態が解消されている時に、快感っていうのを覚えると思う。快って本当にあるんやろかっていう気がします。で何も感じないな、状態こう奥、まあそれから不快がない状態ね、奥の状態ほんでだから、刺激が足りなくて不快な状態を木植えるっていうね、で視界が多すぎ、刺激が多すぎて不快な状態なので、放射の方ですね、まあこんなふうにこうちょっと言葉作ってみたいな感じ で、あと、まあ、感覚今どんどん刺激を強くして反応を強くするけど、それあんまりやってると結局どん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 その息が狭くなってきたり反応量が小さくなってくるっていうことじゃないかなと思う。だから今のものやってるとなんかもうどん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 その感覚に緩くなってくるから、
で、これ昔これはコードですけども、こう匂い聞き上げて最後まあこうあの現地コードでこうねあの字で書くっていうことやってたけど、あのこれなんか嗅ぎ分けるっていうでしょ、うん、ね、まあ嗅ぎ分ける聞き分けるっていうのかな、まあそういうのはもう結局それ感覚を鋭敏にするっていう、だから同じ感覚の中でもずっとこう豊かさ感じるようになる一つの工夫かなっていう知恵かなと思った。でそのもみじ狩りってこれあるけど、これ鷹狩りとかね何狩りと言ったけど、もみじ狩りでこう実際のことを取ってしまうわけ違うでしょ。だからめでたるっていうか、その感覚鋭敏してそのあ豊かだなとこういうそういうことを豊かさを感じ取るっていうこと、だからこれはもうみんな物に自分の物にしてしまうっていうことじゃないですか、ね、でこうするとこれみんなが始まりますよね。これ取ってくる今度はその人だけしかできないけど、まあそんなで、あと僕が捉えるものとして、まあ、安全性がないと絶対あかん。建築なんかきっとね、安全性が一番大事ですけど。だけどね、これね、あの、前、あそこも書きましたけど、ピアノ騒音殺人事件になって。で、部屋きっと快適でピアノ弾いてたけど、それうるさいで下の人間来てバーンとあの刺されて殺されたなんていう事件が前、起きましたけどね。だから、あの、指向性とか快適性を満たせるも安全性を満たしてなかった建築の例やと思う。でこれね、僕あのフランスのアジアからイタリアのアシジいうところで撮った写真なんですけど、まあ、フルーツ売ってるんで、まあ、これお金あの気に入ったお金入れてくださいっていうことですよね。でもちろん周りに人いっぱいいるけど、でもこんなことをできるのもこれここは安全やってこの人感じ取ってるからできるわけですよ。横爆弾バン押してくるとか、ダフロさんが来るってきっとこんなことやってられへんと思うんですね。安全性感じ取ってるやん。でそれから心が感じる。でこれなんかあのヨーロッパによくあの食べてらっしゃるんですけど、自動車のことは隙間を食べてらっしゃる。でもこれもね、なんでこんな安全な感じかって、これ周りにこういうこうつい城壁で囲まれてる、その中っていう意識やつやつですね。だから安全だっていう。これ日本の例ですけど、こうちゃんほら道端でこうやって昼寝してるの。でこれきっとここ安全を持てるからこんなことできるわけでしょ、ボロボロ。だからそういう安全性っていうことをちゃんと作らんで、今はそれがセコムしてますかとか言って、なんかもう自分が防備するのがもう当たり前みたいなけど、それでも本当はなんか考え方としておかしいに違うかなと。で日本のこれ伝統的なやつとかそれもありますっていうところなんですけど、こんなもんね、あの乗り越える時だったら何とも乗り換えたり、あの障子なんか唾で見ていたら穴ボソッと開くようなもんでしぎってるわけで、ただこれはここはもう入っちゃいけませんよっていう、これはあの関森ってこれあのあれ、ね、茶室の ここはもうなんですか、こんな中入らんでくださいねっていう、これだけでまあお互いね、あのだから舞台のかき割りのねあれだ、建物部屋の中と外と一緒に表現してるけど、まあもうこれはもう暗黙の上、ここはうちでここは外ですよっていう、まあそれと同じような結局心を、ね、それも捉えてる。で日本の安心感の前提というのは、先ほど あのヨーロッパの城郭まであの町なんかへと、あるものすごくごっつい城壁がその安心感の前提なんですけど、日本のところは海全体だと思うんです。だから僕思うけど、あの日本より大きな国絶対世界中ないと思うんですよ、町もね。それからこう日本列島の形したこんな町、一つの町みたいな。まあ昔は戦国時代でこうやって攻め合ってたとかちょっと言ってたけど、まあもうちょっとになったというから、結局はこの人が僕世界中で一番大きな国が日本やなと僕は思ってます。あ、これまた戻しよう。で、まあこれは僕完全にあの自分の話研究なんですけど、あの食感をね、これはもちろんある人がやったのって、あのこう材料を触るだけでこういろいろどう何を感じたかっていうことを答えてもらって、でそれを整理したのがこんなもんです。でそうすると材料が触ってあったかいとか冷たいとか、それから硬いとか柔らかいとか、粗いとか滑らかとか、それからまああとはまああのいい感じとか悪い感じとか、あのなんかいつかあったら懐かしいとかね、そんなことはなんかも出てきて、でそれ整理して音で育つこう何こうって書いてますけど、それからその他とかこんなふうには分かれましたよと。であのその消化すためのあの要素みたいなのとして、僕はこの温冷感、高温感、疎活感っていうのを取り上げました。これを3つの。だからあの
色でいうと色素目とサイドってあるでしょ。あれと同じような感じです。食感というのを表すのに、この3つを光学要素としましたって。まあ、まあ、もっと要素を増やしてもいいかもわからないけど、あんまり要素の方がいいですよね。余計やむしくないし、まあ、この3つでできるんじゃないかっていう話をしました。で、まあ、要素の属でこうやって材料を見ずに、それを答えてもらうという形です。で、その結果、スケールで表したのが、まあ、本当はもっと40種くらいのやりがあったんですけども、まあ、みんなわかりやすいやつ材料を並べてみて、まあ、あったかいの毛皮はこの辺で、アルミニウムこの辺に来てるんでね、まあ、大体、そんなに出てないと思うんです。で、これがね、その触った感じの快不快、触った感じがいいか悪いかっていうね、これを、は、実は こんな式で表せたんで、まあ、これぐらい対応しますよっていうことです。で、まあ、要はこれ、硬さと粗さね、の要素で、こんなふうに表現できましたっていうことです。だから、まあ、あながちその、さっきのこの、3要素したのもあんまり間違ってないんだけど、その要素で各材料をこうやって分類しますと、結構、絨毯とか毛皮なんてこの辺に固まってますね。で、大石とそれで、こう、結構ちゃんと人間の持ってる感覚とよく合ってるような気がします。ですから、先ほど、温冷、硬、軟、素化って、この3つを基本要素にしても、そうまあ、まあいいんじゃないかなっていう、まあ、こういうようなことで考えしました。で、まあそれで分けるとこんな風に分かります。これさっきの分類になりますけど、こういう分類として7つのグループになります。で、あとまあ今度は色の材料を温冷感を色素で高難度を明度で色素感材料に対応させてやったらなんか触り心地に色っていうのができる。で、イメージの色じゃないけど、触り心地の色、僕はもうさっきの温冷感、こうなんか、そかす感でみんなこう数値表現できましたから、それを、まあフォトショップ使って、色素明度サイドの数値割り振ってやった。ほんならそうすると、こんなものが出来上がりましたっていうことです。まあ、アルミニウムなんてこんな色。で、毛皮はこんな色になる。で、リシンはこんな色になりましたっていう、まあ、こんなことです。で、それで実際のこういう建築空間をこういうその食感で塗り分けたら日本建築ってこんなふうになってて、まあこれね結構あったかくて柔らかい材料なんでね、日本建築ってだから人が触れるところで結構あったかくて柔らかいで、でこういう冷たい台所クリカピシとかこういうモノバッグとかね、でこういうのがアクセントみたいな形で、まあ、人間非常に包み込むような空間になってると思う。でそれに翻って、まあ、これ何度かだろうなかなと思うけど、最近の建築でこれ人間がずっと長い時間触れてるところってこんなところしかない。でガラスものせてあげしますけど、視覚的には向こう見えてるけど、よく考えたらこれ硬くて冷たいもんでしょ。こんなもんで遮られてるっていうことになってる。まあほんで、まあ、そんな状況やったもんです。であとまあ本当に時間でってなって、まあ建築の目的って、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、見せる、集うやつらぐっていうふうに考えて、で、これなんか、まあ、よく分かってる、二条城のね、感謝を感じ。これなんか、これ、妻のところが集めてたんだけど、ほんで、こう、飾って、すっごいなんか家あるように見せてる。で、これは同じもの、平がこうなるんだよね、同じ建物。だいぶ優しい感じすると思うんですよね。で、これ、大広間もこうなんですけど、これ、黒潮にこれ、親しい審判大臣だけ集めてやるっていうのがあるから、これ白書院で諸君の寝室ですね、これでも天井が低くなってきたりとか、やっぱり何も諸君へ言ってもやっぱりそんなこんなこの大広間なんかこんなふうに寝てられへんっていうことになってると思います。でこれはノイジバンジバン、まあ、これもなんか王様が中世の人をイメージ作って最後殺された中条これ作ると、でまあこんな宗教によってもこれ建築できますよ。で風土、まあよく、まあ、こんなもの、今こういう風土の中でこんなものを取り上げましたけど、まあこういう建築ができる。でこれね、これ屋根あれ昆布です。海藻で屋根吹いてるね。それから日本ならわらびとしてはだから厚くて光がきつくないと水ポタポタ落ちます。まあだからそれたくさん入るようなっていかんね、水通さない。そうすると、まあ、この手に入ったら海藻になるという
まあ、問題は時間があると、これでもあの西洋の考え方と日本の考え方の違いだと思うけど、内と外っていう発想が結構ね、なんかきついような気がする。で、それはまあ、石積んで壁を作って内と外で、だからインテリアなんて言葉が出てくるっていうのは、あれ西洋的な発想だと思うんですよね。日本はあまりインテリアってこともないと思うんですけど。だからステンドグラスは内側から見たらすごく大きな感じで、外側から見たらこんなのですよね。で、まあ、これファサードなんで、表面こう、貼り付けてるように、これファサードができてない教会で、まあ、こんなふうにファサードを作っていますよっていうね。で、これ、まあ、日本家というのは、イケイケでしょ、内か外かわからないような感じ。それに対してこう、西洋な子はやっぱりこう、隠しと外っていうのははっきりしてしまうので、で、これ全然まず違う話です。あの、障壁画ってありますよね。あれってこう、自然のをモチーフにしてることが多いけど、これを考えてみたら、これなんか自然の障壁画みたいな気がしますね。だから、冬でまあ、寒いから閉じないかんけど、その時にやっぱし、前に見えてるようなものを絵に描きたいっていう気持ちがあったんかなっていう気がしますけど、まあまあ、こんなもとで日本建築と西洋建築の違い。で、もうこの違い、日本建築でこう、なんか、雨という死ぬぐってんで、身の方みたいなもので、まあ、壁とちゃんと通るけどね。で、あと、壁はこう、シェルターみたいな発想の建物の考え方だったんだけど、まあ、どっちかというと日本でも、基本伝統的な考え方はこっちの考え方なんだかなと思います。で、まあ、ちょっとまだ、こうやって、これ街並みで、今時のこれ撮ったんだけど、まあ、きっとね、こっちの方がお金かかってると思う、建物っていうのはね。だけど、すんごい圧迫感って、自分だけ良かったねっていう発想がすごくあるし、こういうのは、こうなんか、4撮ったと、みんながやっぱり一緒にそこで行っていくんだっていうことが、ね、現れているような気がします。まあ、面白いな、そうです。まあ、これ、まあ、大阪大学とかですから、これ古いな、伝統的な和室の住宅ですけど、で、だん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 こう、土地、ビルが建ってきて、これだけ取り残されたけど、日本っぽい住宅ってこういう、これ塊になってるから成り立つようなところね、ツールとか最高。これ僕らこれ見たら僕なんかグレーターに囲まれた若い女の子みたいな感じがして仕方ないですけどね。なんかそういう、もうグレーターみたいなのもいっぱい作るのが今の建築みたいな気がしてしょうがないんですけど、まあちょっと話しましょう。で、こういろりバターってよくこれ出てきますけども、まあ、大阪川を合わすとか、上から、知らずにここお餅作ってるんだと思うけど、こんな餅の作り方とか知らずこうやってね、教えていく、覚えていく、で、例えば、まあ、そういう家族の文化を伝承していく場になっているような気がします。まあ、これ、二月堂ですけども、これ、斜面に立っていくんでね、これ、斜面削るんじゃないでしょう。一生懸命、自分、柱が、で、斜面に合わせてますよね。で、まあ、床平らやないと、まあ、人間生活できへんから、平らにしてくると、こうやって、地面削るんやないし、こう、足も合わすっていう発想ね。これは、それもこう、サムラン、足のサムランテスクシュートにですけど、これなんかも、こう、山の斜面にこう、合わして、こういう発想、今あれとは、ガサッと削ってしまって、建物建ててみる。こんなの、地域に建ってても、山に建ってても一緒やないかっていうのが、多いですけど、まあ、これなんか、投げるのも、これでもろにこう、合わしてますでしょ。で、これアルベロベトで、これは石なので、これ水が少ないところで歩くと雨を下の方に溜める流れでね、溜めるようにして、その水が利用するようにして、で、これまず総計と湿気ってことを自分作ったんだけど、騒音じゃなくて、これは景色の方で、見た目がすごくなんかこう、あれでうるさいっていう、騒音みたいな、総計。で、湿気と違って、こう湿気やと思うんだよね。これは辛くもとないんだけど、これは帰国帝っていうところの庭なんですけど、まあ、こっちのビル、ここから見たらなんかその庭がね、いい感じで、こっちから見たらこの建物で、せっかくの庭の台無しになってしまう。だから、景色、借景じゃない、湿気やと思うんですよ。で、まあ、それも、まあ、こんな今時は、ちょっと昔の庭です。で、まあ、で、世界中もな、もうあんまり変わってないなんかと思うんですよね。で、あと、まあ、これはもう、空、もうそれも買ってきましたけど、ちょっと、すごく怪しいんですけども、僕の考え方としては、言うと無っていうのがあって、無っていうのはほんま何もない。で、言う、空っていう状態は、ただバランスが取れてて、なんか見えないっていうだけの話ですよね。実際は、それ分かれたら、こう、実と虚に分かれる。
まあ、術のことをことは四季っていうんじゃないかなと思って、四季即是非空だと思うんですけどね。そういう意味で四季があるってことはもちろん空があるっていう、じゃあ四季があるいうことはその今日があるっていうこと で四季即是非空っていうのは四季はこの空と一緒やというふうなで捉えてます。まあ、この辺ちょっとまあ色もあるとこかもしれない。であと執着っていうのはね、これはあのお釈迦様の中の人間の不幸の原因は執着を持ったら、これ執着ってのはきっとね、これなんかある時点で人間なんかこう解決の方便とも言うと思うんですけど、あのなんか解決されてるんで、それ成功したらそのままずっとそのまま行こうっていうのが執着、あの執でしょ、もう普通執着って言うわけね、あの仏教で執着で、ある場面来た時にやっぱりこうそのなんか方向を間違えないようにして、そしてあの変えていかなかったんですね。これ変えるんだってやってるの、これはある意味では原理主義とプラグマティズムみたいな感じもしますけどね。であとまあ世界ってこの世界無限にバーッと広がってるんやという考え方と、こう閉じた中に人間いるっていう考え方ねがあると思います。で、あの結局はもうまあ、まあ、これはやあのそれで結局自分の背中を打ってるのと同じことやと、だから天に向かって唾を吐くっていうようなねことと同じようなことだと、まあ、思いますと、まあ、こんなすごい怪しい話をしましたと。皆さんありがとうございました。